12球団最後のビールかけ、1球団なんかおかしいの混じっとるな。 W 横浜は1998な、中日は手弱か。そもそも横浜の日本シリーズとか覚えてないや。見どころあったっけ。もはやハメカスをネタに笑うことができなくなったチニドラ。この時のロッテってシーズン3位で CS 勝ち上がったやつ。あの西武が5年前に優勝してたという事実に震えてる。横浜は今年も歓喜のビールかけはできなさそう。中日は過去の栄光にすがり続けてもう10年超なのか。横浜は今年今長いたら優勝できたろうな。もったいねだ。ロッテでも佐々木朗希とかは2023にシャンパンファイトができたのでセーフ。こんなだけど横浜にとってラミちゃん以降は黄金期みたいなもの。横浜は内川の起死回生同点ブランがなければ3勝3敗のイーブンだったし、寝室でビールかけしてるの草。ご視聴ありがとうございました。